お疲れ様です。あ、こんにちは。お疲れ様です。お久しぶりですかね。そうですね。リレーマラソン以来ですかね。なんか聞くところによると、はい、この後もう一個大会出たって。そうなんですよ。7月の末に胎内市で行われたトレイルランニングといいまして、山の中を駆け巡るレースに出場してきました。はい、私は31キロに出てきたんですけれども、優勝しまして。え完全プライベートでそういう大会も出てきました。いやもう暑すぎて正直言うと走る方は調子少し落ちてるんですけれども、そうなんですよ。きついんですよ今走るのが本当に。だけれどもやっぱり10月にレース控えてますから、そう、それをまた詳しく聞きたいなと思って、はい、なんかちょうど1年前に上げた画の、はいはいはい、価格と全く今同じね1年越しで撮ってるんですけども、本当ですよ。今年もはい出るんですね。はい、今年も10月に新潟シティマラソン出場します。もうエントリーすでにしております。去年はもうとんでもない記録を叩き出しましてこれはもう新潟県内で行われるマラソン大会では最も大きい規模のマラソン大会と言ってもいいくらい結構メジャーな大会でして、で去年走って感じたのがとにかく応援がすごかった。きつかったっていうよりかはどちらかというとまた来年出たいなって思ったんですよね。去年だって初フルマラソン挑戦、そうなんですね、初フルマラソンで目標が3時間切りで挑戦したんですよ。市民ランナーの中でも3時間を切るとトップランナーって言われるくらい、結構一つの目安というかも指標になってるのがその3時間切りっていうところなんですけど、それをですね2時間44分で去年は完走しまして、あれはちょっと自分でもびっくりしたんですけどね、あんなに速く走れるとは正直そうですね思っていなかったんですよね。去年それでなんか何歳以下で何位みたいな。ああ去年が29歳以下4位でした。この間の越後丘陵公園、はい、そうですねの試合を経て、そしてこの間31キロの大会を経て、はい、優勝しながら今年のフルマラソンをまたシティマラソンに臨むわけですけれども、はい、なんか目標というかそうですね、あるんですか、はい、今年の新潟シティマラソンの目標は2時間40分を切る、2時間40分切りに挑戦します。すごすぎです。これはやっぱりクリアしたい。よりその普段のお仕事に時間を使う機会が増えたからこそ、趣味の私が大好きなランニングをどう続けるかが大事だと思ってるんですよ。なるほどなるほど、はい、だからある意味今年ちょっと勝負のランナー健心として勝負の一年だと個人的には思ってます。明らかに日本最速のアナウンサーではあるので、もうすでにもうこうなってくるとどこまで目指すかって話になってくるって感じですよね。そうですね、もう自分超えやっぱりしたいし、去年が自分のベストのパフォーマンスを知れたので、うん、今年は限界を超えるじゃないですけど、うん、そこに挑戦していくっていう意味でもプレッシャーはかかってますね。はい、去年以上にちょっとすでに緊張感があります。頑張っていきます。よろしくお願いします。陸上競技場にやってきました。去年もここで撮影をさせてもらいました。今日 MC、 今日はそうです、夕方ワイド新潟一番の木曜日 MC があり、そしてここに来てます。生放送も無事に今日も終わりまして、さあたっぷり汗をかきましょうということです。もうふと思った、キーチ君元気かな。この前連絡取りましたね。あ、本当ですか。はい、連絡取って僕がそのリレーマラソン走ったやつあるじゃないですか、はい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 、あれもキーチ君見て、あもうモチベーションになりましたと。あ、じゃあキーチ君も出られるんですね、はい、今年、あの、はい、もうキーチ君は2時間45分を切りたいと言ってました。え、すごいじゃん。そう、去年キーチ君48分だったんですよ。あ、そんなに早かったんだ、キーチ君。めちゃくちゃ早かったんですよ。てかそういうね、あの良きライバル身近にいるので負けてられないですし、よし、じゃあちょっとこれから軽くジョギングをして走った感覚で何をしようか決めます。あの今日はですね、あのカメラマンが、はい、なんとランニングシューズを履いてしっかり行けるという、あの去年ですね練習動画を撮った時に靴が壊れました。あれはちょっとねえ、なかなかでしたよ。あれはなかなかですね。よく撮影逆にできましたよね。あの靴で。ティーンにランニング仲間とか着ればいいんですけどね。西水さんとね一緒に走ってましたね、去年。去年ね、YouTube 本編に出てたどうかわかんないですけど、はい、なんかフル出ようかな、なんか。なんかちらっと言ってましたね。なんか言ってた気がしますけどね。ということで、じゃあ西水さんぜひ、ね、ランニングチームに加わりませんか。どうですか、ウォーミングアップした感じ、はい、調子は。あ、そうですね、あのここ最近走っていた中で比べればいい感じかなと、うん、はい、まあ、でもやっぱりアップしただけでもこの汗なので、地面にも汗がちょっとついてるぐらいなので、メニューとしては若干抑えめでしっかりとやりきることを大事にいいと思います。
予定です。今のプランが400のインターバル一周走るじゃないですか、一周走ってで 200m ぐらいゆっくりジョギングでつないで反対側からまたちょっとペース上げて一周走ってまたゆっくり戻ってきて一周走る。何回ぐらいやるんですか？最低10は行きたいですね。10から15とか15いたらもう最行けたらベスト。でもまあ10でも今のコンディションだったら全然いい刺激には入るかなと思うので、ありがとうございます。変化を加えながら今日もやっていこうと思います。アスリートのインタビューですけど、せっかくするんですけど、はい、アナウンサーなんですね。アナウンサーです。あ、よかった。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。伊達にやろう。はい、伊達にやろう。まだ余裕ですか？まだね。今3が終わりました。今3が終わったのか。長丁場です。やばいね。マジで早いね。これ今何？ジョギングなの？いや、今ジョギングです。ゆっくり繋いで、また動かない。ケンシュ君ね、これゆっくりじゃない。じゃあ、頑張ってください。お疲れ様です。アップ後にすいません、ちょっとケンシュン君に、はい、僕ついていけなくて。了解です。一周だけちょっと。あ、全然 OK です。え、今撮れてます。いいですか？今撮れてます。はい、じゃあこのまま。あらっちゃカメラマンが豪華です。ちゃんと撮れてるから。めっちゃ笑っちゃうわ。いい笑顔。よかったです。ありがとうございます。全然、ね、笑ってたんで余裕そうでした。どうですか、ケンシュン君の走り。いや、でもいい走りですよね。フォーム綺麗で、さすが日本一速いアナウンサー。あと3回いきます。 OK、 頑張れ。お疲れ様です。すごい汗の量。シャワー浴びたかのようにもうすごいことになってます。合計で40分ぐらいですかね今日。でも程よい感じで刺激が入っていい練習になりました。これね、本当見てる人が伝わってるか分かんないんですけど。そうですね。ケンシン君の余裕を持っては成人男性の全力です。怪我をせずに。そう、あと普段のお仕事もあるのでラーメンも食べると思うので、たくさん体調管理とか食事管理もしっかりと行いながら練習も頑張っていきます。この動画が良かったと思う方はグッドボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。